おはようございます。2月14日時刻は8時25分です。昨日は一応動画を回したので旅の日数に含みます。ですので今日で島根県の旅が5日目最終日ですね。で今日の朝ごはんはこれです。まあ、食べて出発しましょう。現在9時10分、まあそろそろ出発しましょうか。で天気はこんな感じで結構微妙ですね。であと今日の予定について少し説明をしておきます。今現在浜田市というところにいるんですが、本来の今日の予定としてはここからずっと西の方に進んでいって増田市っていうところに行こうと思ってました。で増田市からさらに南下していってそのまま広島県の方に入っていこうかなっていう予定だったんですが、ただここで一つ問題が発生しまして、今日私が通ろうと思っていたルートがですね、こんな感じでおそらく通行止めなんですよね。なので本来のルートで行くと広島県に入れなくなってしまうんで、まあ、ルートを少し変更するかそもそもの目的地を変更するかっていう話になるんですが、今日は少し目的地を変更してこちらの三股温泉っていうところに行ってみようと思います。まあ昨日もそうだったんですが、島根県ってね非常に温泉が良くてですね、こう私の中で温泉に入りたい欲がちょっと高まってきているんで、まあ、今日も温泉に行っちゃおうと思います。現在10時ちょっと前ですね、三股温泉に到着しました。でこちらが三股温泉の案内図ですね。いくつか温泉旅館とかあと公衆浴場があります。で車で来た方はこんな感じで無料駐車場もあります。まあそこそこの台数止めれますね。こちらが温泉街の入り口。いやーなかなか風情があっていいですね。温泉街の通りにはこんな感じで足湯もあります。これこんな感じで川を眺めながらゆっくり足湯に浸かるのも良さそうですね。ちなみに利用できる時間は午前10時から午後8時まで、利用料はなんと無料です。ありがたいですね。で足湯の温度は 42.6 度、まあ適温かちょい熱めぐらいかな。で今日はこちらの三股温泉会館っていうところに入ろうと思います。いや温泉最高だったわ。まあせっかくなんでコーヒー牛乳でも買いましょう。そんじゃいただきます。うまっ。三股温泉会館めちゃくちゃ良かったですね。お湯の質がすごい。まあ一言で言い表すとめちゃくちゃトロトロとしたお湯です。でどれくらいトロトロかっていうと、お湯から出た時にこうボディーソープをちゃんと洗い流せてないんじゃないかって思っちゃうくらいトロトロでした。いやー最高でしたね。美容に興味がある方はぜひ寄ってみてください。でご覧の通りなぜかめちゃくちゃ雪が降ってきたんで移動したいと思います。なんだかんだ道に迷ったりしてたら12時くらいになっちゃいました。で今日はここでお昼食べようかなと思います。陽気な狩人っていうお店ですね。こんな感じでかなりおしゃれそうなお店ですね。
いや、陽気な狩人、美味しかったですね。で、お店の人たちもめちゃくちゃ気さくでいい人たちでした。まあ、すげえ辺鄙な山の中にあるんですが、ここはね、皆さんぜひとも来てみてください。じゃあ、出発しましょうか。現在1時15分、益田市の水戸町にある総選挙という景勝地にやってきました。こちらは島根県指定の名勝地らしいです。で、有名な景勝地だと思うんですが、まあご覧の通り誰もいません。まあ超絶山奥なんで。ちなみに私の使ってるラインモの携帯は圏外です。まあせっかくなんでちょっと散歩していきますか。で、何やらあちこちに石碑が立ってて、なんか文章が書かれてるんですが、全く読めません。これは草書で書かれてるんですかね。いや、それにしても沢を流れる水の音がすごい気持ちいいです。水もめちゃくちゃ綺麗ですね。どうやらここですね。いや、すげえ豪音だな。こちらが総選挙にある陽度の滝です。いや、すっげえ迫力。いや、これ今まで見てきた滝の中でもトップクラスに迫力ありますね。で、結構近くまで近寄ることができるんですが、こう水しぶきがかなり飛んできます。いや、正直あんまり大したことねえだろうと思ってきたんですが、こりゃすげえわ本当に。しかもちゃんと写真撮影するためにこうスマホを立てるスタンドまで置いてくれてますね。総選挙、とんでもなく山奥にあってめちゃくちゃ来にくいんですが、皆さんもよかったら来てみてください。じゃあ出発しましょう。現在ちょうど2時くらいですね。水戸温泉湯本館というところにやってきました。いや、また温泉かよって感じなんですが、ここはね、 Google マップでめちゃくちゃレビューが高いんで、もうせっかくなんで入っていきます。それとここには全ての柴犬のルーツになった石郷という犬の石像が飾られています。まあ今や日本にたくさんいる柴犬なんですが、ルーツがねここっていうのはなんかすごい発見をした気分ですね。まあそれじゃ温泉入っていきましょうか。いやー、温泉最高でしたね。で、なんか JAF の会員だとこのゆずっこっていうジュースを1本タラでもらえたんで、まあ、ここの休憩所で少し休憩していこうと思います。現在3時くらいですね。いやー、水戸温泉めちゃくちゃ気持ちよかったです。あの、お湯の質でいうと三股温泉と似たような感じですかね。こうとろみがある泉質って感じでした。じゃあそろそろ出発しましょう。今広島方面に向かってたんですが、マジかよ、本当に勘弁してくれよ。 Google マップだったら通れるってなってんじゃん。まあ見てわかる通り道がね通行止めになっております。広島方面は国道191号へ迂回をお願いします。191号ってさっきいたとこじゃねえか。しょうがね、移動します。現在時刻は4時半くらいですね。さっき通った道を引き返して今広島県の県境までやってきました。で、本来であれば引見峡っていう景勝地に最後に寄って、まあ、島根県の旅を終わりにしようかなと思ったんですが、まあ行けなかったもんはしょうがないですね。ちょっと締まりがないですが、島根県の旅はこれで終わりとなります。旅を終えてみた感想なんですが、島根県は本当に温泉が良かったですね。あの、玉造温泉から始まって一軸温泉、あと千原温泉で、湯の津温泉、三股温泉、水戸温泉か、今までの旅の中で一番温泉に入ったんじゃないですかね。いや、本当に良かったですね。で、今目の前に看板が出てる通り、島根県の次は広島県の旅になります。で、今日の晩のうちにまたある程度移動しておこうと思いますので、また明日から広島県の旅でよろしくお願いします。それでは皆さん、また次回の旅でお会いしましょう。バイバイ。これ今日の晩のうちに移動しとくっつったけど、きつすぎない？3時間15分ってえぐいな。まあしょうがない。現在9時53分、ようやく道の駅に到着しました。
いやちょっと旅のルート的にこっちに来とかないとまずいってのはあったんで、まあ頑張って運転したんだけど、まあさすがに4時間以上ぶっ通しはきっちいな。もう寝ます。さよなら。